こっちの方？その声が聞こえたのって。はい、正確に音声が拾えたわけではないんですが、助けを求めているような感じでした。私たちには全然聞こえなかったけど、間違いないんでしょうね。そう言われると。まあ、聞き間違いならそれはそれでいいさ。助けを求めるほど困ってるやつはいなかったってことなんだし。この先は岩場か。奥の方は少し見通しが悪いな。先行してちょいと探ってこようか。あ、だったら私も行く。バディ組んでた方が融通が効くだろうし。偵察のやり方も叩き込まれてるから足手まといにはならないよ、多分。おう、それは心強いな。そうだな。じゃあ頼めるか。もちろん危険がありそうならすぐに引き返すんだ。了解。あいよ。気をつけてね、二人とも。しかし、助けを求めるような声か。実際突然こんなわけのわからない状況に置かれたら、誰だって助けが欲しくなると思うよ。何か僕たちにできることがあればいいんだけど。おお、いいやつなんだな、おめえ。え？ありがとう。でもこんな時だし、助け合うのは当たり前じゃないかな。だとしてもだ、そういうセリフがスッと口から出てくるってのは、普段から当たり前のようにそう考えてるってことだぜ。なかなかできるこっちゃねえよ。クラインには無理そうよね。せいぜい女の人を前にカッコつけるときくらいかしら。わい、俺は言葉より行動で示すタイプなんだよ。ちゃんとクラインさんにも助けられてますよ。ありがたいです。うんうん、感謝感謝。それにしても、あなたがこの人たちと行動を共にしているというのは少しばかり意外だよ、アドミニストレーター。ここではクイネラと呼んでほしいわね、ゴーヤ。あなたでも人助けをしようとか、困っている人に手を貸そうとか考えるのか。なんだかさっきからすごくピリピリしてないですか、ユージオさんとクイネラさん。だよね、知り合いっぽいけど仲は悪いのかな。あら、私の役目はあまねく弱者を愛し支配し救うことなのよ。力を尽くすことに何の不思議もないでしょ。力を尽くす、ね、あなたがアリスにやったことを、そんな言葉で済まそうというのなら、僕は。ちょっと待った、落ち着け二人とも。あのさ、今世界は混沌極まる状況だろ。巻き込まれて困ってる奴も大勢いる。まずは協力して、俺たちはどうするべきか、何かできることはあるかを考えるべきだと思うんだ。因縁に決着をつけるのはそれからでも遅くない。それじゃダメか、ユージオ。クイネラも、ユージオを挑発するようなことを言うのは控えてくれ。俺からのたっての願いだ、頼む。お、偵察の二人が帰ってきたぜ。なあ、お疲れ。どうだった？少し行くとくぼ地になってたぞ。その真ん中に檻があって、檻の中に女の子が捕まってた。一応周囲にモンスターの姿はなかったけど、でも罠っぽい。うん、すっごく罠っぽい。檻の周囲に遮蔽物がないし、迂闊に助けに行くとあっさり囲まれそう。クライン助けた時と同じパターンだね。檻から出してあげようとすると襲われるやつ。え、クライン、あんた捕まってたんだ。別にドジ踏んだとかじゃねえぞ。
卑劣なトラップがだな。てか今は俺のことはいいだろう。その女の子だよ。どんな様子だった？プレイヤーか NPC かは判別できなかった。小さな子だよ。見た目10歳になったかどうかくらい。そりゃ急いで助けてやらないとな。まあところでその人質の子なんだが、なあキーボー、どうした？遠目ではっきり見えなかったし断言はできないんだが、いやごちゃごちゃ言うより直接確認してもらうべきだな。キーボー、今すぐ一緒に来てくれよ。おう。あそこか。確かに檻があるな。姿を隠してはいますが、モンスターの気配もありますね。わざわざ囲まれに行く必要はないな。慎重かつ効率的に動こう。モンスターのグループを背後からかっこ撃破ってところかな。敵の不意をついて仕掛けるわけだね。賛成。その前にだ。キーボー、あの捕まってる子をしっかり見てみなよ。ん？ここからじゃよく。悪い！みんな援護を頼む！え？一人で飛び出すの？ちょっとキリト！おいおい、身長と効率はどこ行ったんだよ。で、あの捕まってる女の子、もしかしてユイッペじゃねえか？あ、確かに。そりゃのんきに構えてられないわ。みんなキリトに続け。俺の出番だな。キリト、いつも通り頼むわよ。気合い入れろよ、キリノジ。キリト君、無茶しないように。ユイッペも俺と同じトラップにかかっちまってたのか。とにかく檻の場所へ向かおう。今助ける。みんな攻撃されないように守って。いくよ。いける。降りるよ。リルは。
けそうだな。クリアだ。やったな。いい感じだ。
次もこうだといいな。ゆい！パパ！ごめんな、駆けつけるのが遅くなって怖かっただろう。いいえ、絶対いつか助けに来てくれると信じてましたから。みんなも悪かったな、いきなり飛び出してしまって。まったくだよ、一人で突っ込んで行った時は何事かと思った。説明するより先に体が動いちゃうの変わらないわよね。でもさ、みんなならちゃんとフォローしてくれるって信用してのことなんだぜ。ま、実際モンスターは殲滅できたけどな。嬉しかったですけど、でも独断専行が過ぎるとまたママに叱られますよ。気をつける。こちらはパパの仲間の皆さんですね。こんにちは、はじめまして、私はユイ、よろしくお願いします。あ、ちなみにパパとは父親という意味ですよ。うん、よろしく。ねえキリト、父親ってことはこの子は君の娘さんなんだよね。ああ、つまり君ベクタの迷子になる前は結婚してたのか。こちらの風習は詳しく知らないけど、坊やもう婚姻して子を設けるような年齢だったの。ふーん、すでに添い遂げる相手がいたというわけね。キリトはご家庭持ちか、見かけによらないだ。そういうわけじゃなく。あれ、否定しちゃうの。アスナもユイちゃんも悲しむんじゃないかな。いや、否定はしないし、ユイは間違いなく俺たちの娘なんだけど、どう言えばいいんだろう。あの、このユイさんという方、AI ですね。私と同じく。はい、もともとはソードアートオンラインのメンタルヘルスカウンセリングプログラムでした。そっか、同じ AI だからネージュちゃんに助けを求める声が届いたのかな。とにかくユイと俺との関係は後で説明するよ。絶対だよ。わかった、絶対だ。それよりユイ、お前はどうしてこんなところに。それがよくわからないんです。気づいたら未知の世界で囚われの身となっていました。おまけに権限のほとんどは封じられていて、今の私はプレイヤーの皆さんと変わらない存在になっているようです。そうか、ユイにも原因や経緯が把握できていないのか。これは本当に大事なのかもな。ごめんなさい。ああ、悪い、ユイのせいじゃないさ。無事でいてくれただけで十分だ。大変だったね。いえ、でもこうしてパパや皆さんと合流できましたから。ユイちゃんと言ったわね、一ついいかしら。あ、はい。あなた、先ほどこの世界のことを未知の世界と呼んだわよね。それは既存の世界が改変、あるいは融合されたということではなく、あなたたちも知らない全く別の世界に連れてこられたということでいいの。今の私は根拠を提示できませんが、そう推測するのが妥当かと思われます。このような状態になる直前、システムが切り替わったことだけは感知できました。私たちは ALO と GGO の世界を通ってきたけど、2つの世界がくっついてしまったんじゃないってこと。はい、2つの世界の融合ではなく、ALO や GGO を構成するオブジェクトと、そこにいたプレイヤーたちが別の新たな VR ワールドに転送されたということです。お
そらくは未知のテクノロジーを持つ何者かの意思によって、誰かが意図的にやったってことか。ガラクシアのシステムが異常を起こしたって聞いたけど、そのせいじゃなく関連はあるかもしれませんが、単なるシステム異常ではこのような現象が引き起こされることはないかと。そうか、なるほどな。要するに話が大きくややこしくなったってことだ。ここがゲームじゃなく外部の世界だとすると、運営は手出しできないし、しかも未知の技術が絡んでるなら修正パッチを当てたって治らないだろうな。つまり解決の目処が立たなくなった？困るな、それ。まあ仲間も増えたことだし、一旦ログハウスに戻ろうか。そこで今後の方針を決めよう。パパ。どうした？私、余計なことを言ってしまったんでしょうか。皆さんの表情が沈んでいます。ユイは悪くないさ、重要な情報だったし。ユイの言う通りなら遅かれ早かれ直面することになってた事実だ。今後どうするかは相談の結果次第だけど、フーカとネージをテストルームに送り届けるって依頼はまだ生きてるから、そこで何か手がかりになるような話が聞けるかもな。何、俺たちなら何とかできる。パパを信じろ。はい。そういえばママは一緒じゃないんですか？まあこの世界に来てから姿を見てない。アスナも巻き込まれてどっかで戦ってるのかな。もちろんこんなトラブルになんか巻き込まれてない方がいいんだけど。ママは遠くないところにいます。今の私はナビゲーション機能の多くを失っていますけど、それでも感じることができます。そっか、信じるよ。だったらなおさら俺たちはくじけず前に進まないとな。アスナにちゃんと胸張って会えるように。